カゲロウにおける神アイテムトップ3。第3位、光る絵筆。自分の足元に周囲を明るく照らす落書きをすることができるアイテム。この光は徘徊者に見つからないのでバンバン使って大丈夫。あんなに暗かった回廊も一気に実家へと大変身。何より火花と神楽図の中間みたいな生命体の落書きは可愛い。よってランクイン。第2位、水晶玉。このアイテムを使うと一定時間敵の時間を止めることができる。徘徊者に見つかった時の防御策としてはもちろん、トラップを起動させないために使うなど様々な用途で使える。デメリットを挙げるとすれば、カメラと違ってアイテムを使用した瞬間に効果が現れるわけじゃないこと。だが壁に叩きつけることで解決するので覚えておくといいだろう。第1位、厚手の長靴。このアイテムを身につけていると水場で足が遅くならない上に、流柱や半開きの引き出しの大蜘蛛のダメージを無効にすることができる。後半になると水場のエリアが多くなるのでかなり役に立つ。半開きのアイテムは一部を除いていいアイテムが入っているので、ノーリスクで取れるのもかなり強い。ぶっちゃけこのゲームを真面目にやるのならパッシブアイテムはこれ一択。長靴最強、長靴最強、みんなもせーの、長靴最強。